皆さんこんにちは。ベーシスト音楽クリエイターをやっておりますベンです。本日の動画ですが、ベーシスト向けにコピーしたフレーズの解説でポール・チェンバースのベースソロの解説を行っていきたいと思います。このチャンネルはベーシストの方々に向けて様々な情報を配信していくチャンネルです。動画を作るモチベーションにもなりますので、ぜひ高評価やチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そしてこのチャンネルで紹介させていただいているトランスクライブの譜面をノートというサイトで販売しております。概要欄にリンクを貼っておきますので、こちらもぜひ購入いただきご活用ください。はい、ということで今回の動画になるんですが、今回はですね、視聴者の方からいただいたリクエストにお答えするという内容の動画ですね。で、リクエストの内容なんですが、今回取り上げる楽曲のソロの解説をしてほしいというようなリクエストです。で、今回リクエストされたですね、ベーシストなんですけど、僕の動画ではですね、結構何回も取り上げさせてもらってますし、非常にですね、素晴らしいレジェンドプレイヤーでもあるベーシスト、ポール・チェンバースのですね、ベースソロ解説していこうと思います。そしてですね、僕の動画を見られている方はですね、皆さん、ポール・チェンバースのことはご存知かもしれないんですが、もし、ちょっとポール・チェンバースというね、ベーシストを知らないという方がいらっしゃいましたら、過去に上げた動画で、ここに貼っとこうと思いますけど、この動画の中で、簡単な人物紹介なんかも行ってますし、他にもですね、ポール・チェンバースのソロを解説した動画がいくつかありまして、上げてますので、ぜひそちらもですね、合わせてご視聴いただければと思います。それではですね、今回取り上げていく楽曲なんですが、それがこちらになります。曲名はですね、Dear Old Stockholm という曲になっておりまして、結構ですね、セッションとかでもよく取り上げられる、スタンダードナンバーの一つじゃないかなというふうに思います。で、この曲はですね、元は、スウェーデンの、古い民謡みたいでですね、ちょっといろいろ調べたんですけど、ちょっと作曲者が誰かっていうのがちょっと分かりませんでした。すいません。ジャズ以外にもですね、トラディショナルな雰囲気でいろいろカバーされて歌われてたりするみたいなんですけど、ジャズではですね、スタン・ゲッツという、これもレジェンドサックスプレイヤーなんですけど、ゲッツがですね、スウェーデンに行っていた時に、現地のミュージシャンとこの曲をですね、やって、でそれで結構ジャズミュージシャンの間で広がって、後にですね、マイルスとかがアレンジして演奏して有名になったというような感じですね。そして、今回のバージョンなんですけど、これがですね、ポール・チェンバースの、言わずと知れた名盤ですね、ベース・オン・トップというリードアルバムがあるんですが、こちらのですね、中に収録されております。で、僕がですね、まだジャズやり始めた頃にですね、初心者の頃、先輩からですね、この音源を借りてですね、聞いたことがあるんですけど、すごいですね、このベースソロを聞いて衝撃を受けた記憶があります。それでは今回の音源紹介したところで、フレーズの解説に行く前にまず自分のデモ演奏を聴いていただこうと思います。このバージョンではですね、テーマが終わった後に、いきなりベースソロから入るんですけど、ポール・チェンバースが2コーラスベースソロ取ってますので、その部分をですね、デモ演奏してみようと思います。ではデモ演奏の方を聴いてみてください。
かがだったでしょうか。いや、めちゃめちゃかっこいいソロですよね。まあ弾いてるのちょっと僕なんであれなんですけど、誰が弾いてもね、このソロはもう普通にかっこよく聞こえるソロなんじゃないかなというふうに思います。それではですね、まあ、この曲のソロ結構長いので、今回はですね、このソロの中から、僕がですね、まあ、独断と偏見で選ぶ、ものすごいかっこいいポイントで、他の曲でもねすごく使いやすいポイントだったりもするんで、それをですね、5つ紹介していこうかなというふうに思っております。それではフレーズの解説の方に行ってみましょう。まず1つ目のフレーズがこちらになります。ではこのフレーズがですね、どんな感じだったかっていうのをちょっとデモ演奏からですね、この部分だけ切り取ってちょっと聞いてみようと思います。こんな感じですね。はい、こんな感じになっております。これはですね、ソロの導入フレーズが終わって A セクションのド頭で弾かれているフレーズですね。でポール・チェンバースはですね、よくこのフレーズをマイナーコードの解決するときに使っていくような感じの、まあ、手癖みたいな感じになってるフレーズですかね、まあ、非常にかっこいいフレーズで、いろんな曲で使い回せるので、ぜひですね紹介したいと思います。これはですね、スカラーパターンを使ったフレーズになってまして、スカラーパターンっていうのをですね、ご存じない方は、僕が過去にですねスカラーパターンの解説もやってますんで、そちらの方を参照いただければと思います。マイナー系のスケールどれかを使って弾いていると思うんですけど、ナインスから入っていきます。でナインス四分音符で弾いた後に、イレブンス、ナインスというふうに8部で動いた後、その後ですね8部で3度、それから3拍目の8部裏にルートというふうにして、まあ、解決に向かっていくというような感じのフレーズですね。それでは2つ目のフレーズがこちらになります。このフレーズが出てきたのは A セクションの3小節目なんですけど、どんなフレーズだったかっていうのをですね、ちょっとデモ演奏から一部抜粋して聞いてみましょう。はい、こういう感じのフレーズになってました。紹介していくのこの部分なんですが、これがメロディアスなですねビバップフレーズとなってまして、すっごく綺麗なフレーズで、いろんな曲でですねこう使っていくことができます。まあ、基本的にはですね、これ多分 C のミクソリディアンスケールを元にして考えられてると思うんですけど、最初のこの部分はですね、分散和音ですね、 Gm のコードの分散和音として考えて弾いているような感じですね。3度、9ス、7ス、5度というような感じで降りていく感じです。後半の C7 の部分は、これはまあミクソリディアンスケールの5度からですね、3度、イレムス、5度というふうに、まあ、これもすごい綺麗な動き方で、まあいろいろなフレーズでよく使われる、まあ、リップでもありますね。そして、F のコードに入って3度の音で解決していくというような感じです。でこの曲ではですね、結構この Gm-C7、F の251のところでかなりですね綺麗なフレーズがいっぱい出てくるんですけど、こちらもですねかなりいい感じのフレーズになってまして、これもですね結構メロディアスなビバップフレーズ、まあ、その2といったような感じなんですけど、これはですね2コーラス目の D セクションで出てきていました。じゃあこのフレーズがどんな感じだったかっていうのをちょっとデモ演奏から抜粋して聞いてみようと思います。こんな感じですね。はい、このような感じになっております。こちらはですね、まず最初の Gm7 のところを分散和音から始めていくんですが、ルート7スというふうに動いた後、次のですね C7 のこれターゲットの音、3度の音に向かって Gm の5度からクロマチックでアプローチしていくというような流れになります。そして C7 のところでは分散和音を使って3度、5度、7ス、9スというようにですね、これアルペジオですね、上昇していく流れ、すごい非常に綺麗な流れで弾いて、そして F に入って5度の音で解決していくというようなフレーズですね。結構余談になりますが、まあ、ポール・チェンバースもそうなんですけど、結構この時代のですねいろいろなベーシストがよくやる弾き方で、メジャーの2-5の時にですね、マイナーコードの5度の音からセブンスコードの3度の音にですね、こういうふうにクロマチックで上昇して解決していくみたいな流れをですねフレーズの中に取り入れるというのは結構多い感じですね。でそれではですねフレーズ3つ目の紹介ですが、それがこちらになっております。先ほどはですねメジャーの2-5のビバップフレーズっていう感じだったんですけど、今度はですねマイナー2-5のビバップフレーズといったような感じですね。ではこのフレーズもですねどうなってたかっていうのをちょっとですねデモ演奏から一部抜粋して聞いてみようと思います。こんな感じですね。はい、いかがだったでしょうか。こちらはですね分散和音を使った、まあ、こう美しいフレーズになっているんですけど、非常にですねこの音の並べ方というかこうつなぎ方がすごく素晴らしい感じのフレーズになってますね。 Em のハーフディミニッシュのところは、ルートからフラット5に落ちて、そしてセブンスに1回上がるというような感じですね。そして A7 のところで3度からですね、これアルペジオで上昇していくんですけど、3度、5度、セブンス、それからフラット9ですねという音を使っております。そして、トニックコード Dm の、5度の音に解決していく感じですね。それでは4つ目のフレーズに行ってみたいと思うんですが、それがこちらになります。
ではこのフレーズがですねどんな感じだったかっていうのをデモ演奏から抜粋して聞いてみようと思います。こんな感じですね。はい、いかがだったでしょうか。このフレーズはですね、2コーラス目に入る前ですね、導入部に弾かれているフレーズになります。この部分はですね、フレーズの導入部っていうこともあって、他の伴奏帯もブレイクして止まっている。で、ベースの音だけがですね、こうなっているっていうこともあってですね、非常にかっこいいフレーズっていうのも相まって、このフレーズをですね、気に入っているという方もね、多いんじゃないでしょうか。で、どういうフレーズになっているかというと、これもですね、スカラーパターンを使った、スケール上昇していくようなフレーズになっております。入りの部分は、分散和音を使って入っていくんですが、これ5度ルート3度というような感じですね。でここからですね、スカラーパターンを使って弾いていくんですが、ナインス、イレブンス、ナインス、そして3度、5度、3度、そしてイレブンス、フラット、サーティンス、イレブンスというような感じで、これはマイナースケールですね、ナチュラルマイナーのスケールを、上昇しているような流れのフレーズになっております。このフレーズはですね、結構マイナーキーの曲と相性がいいんですけど、キーに関わらずですね、このマイナー、トニックマイナーですね、が出てきたときに結構使えるようなフレーズになってまして、いろんな曲で使えます。ここではですね、これ多分ピックアップのフレーズ、マイナーコード一発と考えて、エオリアンスケールですね、で弾いていってるんですが、これ、ですね、1小節目がマイナーで、2小節目がですね、マイナー2-5になっているようなコードでも使っていくことができますね。それでは最後の5つ目のフレーズに行こうと思うんですが、それがこちらになっております。このフレーズはですね、2コーラス目の最初のセクションですねの、ブリッジ部分で出てくるフレーズになっているんですが、どんなフレーズだったかっていうのをデモ演奏から抜粋して聞いてみようと思います。はい、いかがだったでしょうか。このフレーズもですね、やはりスカラーパターンを使った上昇フレーズなんですけど、結構この曲では割とスカラーパターンですね、多めに使われているような感じですね。フレーズのアプローチの音として、D マイナーのですね、5度の音から入っているような感じなんですけど、その後この区間がですね、スカラーパターンを使って弾かれている感じになってます。で、どんな感じかというと、これがですね、元の音になってまして、まず元の音からですね、3度上昇した音に行きます。で、その後、そこからですね、1度加工するというような感じなんですよね。そしてこのインターバルを保ったまま、スケール上昇していくというような感じですね。で最初のですね、この矢印の区間は8分音符でこの規則を保ったまま上昇していくんですが、この部分はですね、4分音符に変更して上昇していくような感じになっております。そしてフレーズ解決するときだけですね、フラット13の音、これがスケールの音になるんですけど、その後のメジャーセブンスの音がですね、これ多分ここだけですね、メロディックマイナーとかそういうのを選んで、弾いたというよりも、このルートの音に対するクロマチックアプローチとして使っているというような感じがしますね。本日の動画は以上となります。ポール・チェンバースの Dear Old Stockholm でのベースソロの解説、参考になりましたでしょうか。このソロはですね、誰が聴いても、かっこいいと思えるようなソロになっていると思いますし、コピーしてですね、実際他の曲で使えるようなフレーズなんかもたくさん入ってますので、ぜひこの機会にですね、練習してみてください。また何かわからないことや質問等がございましたら、お気軽にコメント欄にコメントお願いします。そして YouTube の短い動画だと伝わりにくいような、より深い内容を勉強されたい方は、概要欄に私の教室のリンクが貼っておりますので、ぜひ私のベースレッスンの受講もご検討ください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。